有田哲平のプロレス話、お前有田だろー。さあ本日もよろしくお願いします。さあ今回なんですが、はい、また私福田からの素朴な疑問をいやいやいや、また福田って言いたいとこだけど、はい、評判いいんですよ実際本当に。だってもう俺たちがね、なんかプロレスに毒されしすぎちゃって、なんでパンチしていいんですかって思わないのよね、はい、まあまあまあそうですね。前回そんなような僕の質問のところは、ファイブカウント以内の反則ってどういうことですかみたいなって言われても、うん、確かにそう言われてみればそうだよなみたいな、うん、なんでファイブカウントだったらいいんだみたいな、はい、考えさせられます。改めて ありがとうございます。じゃあ今日もなんか質問を、じゃあ失敗試合ですいませんってならぬよう残すな悔いだけ、マスクが隠した悪魔の素顔な、お前有田だろう。今回なんですけど、はいはい、そのまあ、前レフリーの話にもそうなったんで、ちょっとレフリーのジャッジはあれ各々が決めてんのか、一応団体ごとに決まってんのかっていうというのは、ツープラトン攻撃あるじゃないですか。はいはい。ツープラトンで攻撃してたら基本反則じゃないですか。そうだね。でもツープラトンで決まった技でフォール取る人もいるじゃないですか。ああ。でフォール取らへん時もあるじゃないですか。うん、ダメだ2人でやったからと。そう、うん、あれはどういう線引きなのかとか、あれあとトップロープ登るのって厳密には反則なんですか。止めません、レフリー。止める人もいるよね。止めるじゃないですか、うん、じゃあもうムーンサルトプレスって成立しないわけじゃないですか、うん、あれがフィニッシュホールドって、うん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 、でもあれ認めてツリーカウント取るわけでしょ、うん、あれどうなってんすか。あでも昔止めてたはずなんですよ。僕見てた時のプロレスを見ながらトップロープ登るとロみたいな、でダイビングエルボーとかやったんですけど、じゃあ止めてたのにそれで決まったらカウント取るってこれどういうことなんやっていう。確かにね、確かに。あれはどうお考えなんですか有田さん有田くん。あのね、はい、ツープラトンだからレフェリープロレスのルールというものが、ルールブックというものがなんとなくみんなの中にあるルールということで多分やってんだろうね。はいはいはい。だから当然レフェリーによってまちまちだったりするところはしょうがない、はあ、とこではあるんだけど、だから、はい、例えば反則で凶器持ってきてバンってやる、はい、やめろバンとやる、はい、だからそこで反則負けって取る人もいるじゃない。はいはいはい。でもそれはもうやめろっつって もう何やってんだよ、もうこんなん使うな、もうはいファイトっていう人もいるじゃん。はいはいはい。だからそれは違うもんね。そうですね。はい。ツープラトンで技をする、はい、とか もっと言えば今軍団があるから、軍団で一気にやめろって言ってるじゃん。はい。やめろって言うと軍団がバンバン入ってきて、はいはいはい、一人のやつをバンバン攻める、はいはいはい、でフォールをする、はい、の相手伸びてますから、はいはい、チャンスと思ったら、はい、ノー、はい、ノーで、自分で技をする、はい、そしたらカウントを取り始める、はい、そしたら 2.5 で返したみたいなシーンは見たことあると思うけど、はいはいはい、だからあそことかは多分真面目な方なのよ多分、おそらくそのレフェリーがね、はあはあ、だからさすがにやっぱ複数でやった攻撃を取るわけにいかないと、はい、ただあくまでもこれは形式上なもんだってダメージは残ってるわけだから、はいはいはい、1回お前が技をしてくれれば、あーなるほど、もうお前の技となるわけだから、なるほどっていう、なんかこうマネーロンダリング的な効率の技を溶かしてそう一回ブラックマネーだけども、はい、これはあくまでも、はい、一回こうどっかを通していけばこれ、はい、公の金になったよみたいなことなんだろうね。あれはスープレックスロンダリングみたいなそうだっておかしな話じゃんか、だって、はい、やっちゃってんだから。そうですよね、ダメージ残ってるわけですから、絶対に。だからそこもやっぱり本にレフェリーだって人間なんだってい う確かにそうか。だからそこはもうやはりレフリーの感覚と経験とお客さんの盛り上がりとか選手のダメージ云々かんのトータルで見てやる、うん、やるという、これはカウントしないそうとか、そういうことなんですね。そうだね、ちょっとだからそこはもう自分で考えてもらうしかないというかね。いやだって、うん、ここにタイガージェットシーンがいつもこうやってなんか持ってたけど、はいはい、一応なんかボディチェックみたいなのもあるじゃんかいや本当に俺マジで思うんですよ今ね、はい、それこそスターダムとか見てても、はい、こうやってはいとか言ってお願いしますとか言ってボディチェックやるのよ、はいはいはい、もうそれもなんかパン最初にやりますよね、ぐらい、
はい、いやチェックしてないじゃん、うん、正式には、まあ、っていう、はいはい、いや今もう装飾品めっちゃついてるからちょっとボコッとしてることってあんのよ、はい、ってことはあれは何をしてるかって言ったら多分もうボディチェックという名の中こうなんていうかなもう、まあ、形式的なことというか、うん、お客さんの前で一応やってますよ、うん、チェックしましたよっていうことじゃん。だからあれはやめていいと思うね、極端に言えばやめていいし、うん、もっと言えば裏でボディチェックすればいいと思う、入ってくるとき、うんうん、あのプライドみたいにあのリング下ででもなんとなく流れでポン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 ってやっちゃってる、だからやってるから何もしません。でもあれはレフェリーも分かってるわけよ、いやこの人そんなことしたことないからっていう、あ、はい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 、いやだからやめればいいじゃない、うん、あのその人が人だと考えた場合は、うんうん、だって福田は一度もそのことやったこともないもんね、 OKOK 大丈夫ですって言ってやってもいいのに毎回やるっていう、うん、って言って一方タイガージェットシーン結果的に狂気持ってたみたいないや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 、どういうチェックしたんだサーベルとか持ってたからな確かに、まあそうですね、反則を防ぐってボディチェックあのポンポンポンじゃ終わらないって、うんうんうん、ちっちゃい凶器とかね、うん、何もでもあるし、その今こうやってやってますよ、こうやってあのスタダムやってますけど、はい、結果的にさセコンドがさあのスパナーをさ、うん、渡辺桃ちゃんに渡してそれをここに入れて、はい、それでボーンと蹴るわけですから、はいはい、だから本人ボディチェックしたところで持ってるわけねえじゃんって話だから、うんうんうん、ポン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 、うん、お前は大丈夫セーフティーだお前はって、うん、いうのは、まあまあ、確かにちょっと学習しましょうよっていうのもあるよね。だからもしも徹底的にやるんだったらちょっとお前も持ってないかってこっち側のセコンドにも行かなきゃいけないしとかいう、だからこっちでさおい出てくんな出てくんなおいお前一人だ戦っていいのは一人だよって言ってる時に大体二人こっち悪いことしてるじゃん、はいはいはい、ね、まあまあまあ、ね、そういうのが多いですよね。だからレフェリーなんだから、はい、こっちを止めるのも仕事であります、はい、でもダメだ NO! ってこっちばっかり見てる必要なくない、こうやって、うん、そうですね、こうやって NO! って言ってこっちも NO! ってできるのに、うんうんうん、その時はもうこっちしか見てない、真面目だから真面目だからなのかな、真面目なのよ、そういうことなんですか、真面目だから、真面目すぎる人が多いんだよね、レフェリーする人って。やっぱりレスラーを選ばずに、うん、あえてレフェリーをやってるわけだから真面目なのよ。そう捉えます、そうもうそれ以外だって考えられないそっち考えられない、いつも反則するグループなんだこいつ。いやもっと厳密に言ったら別に一人である必要性はないので、うん、MMA とかだと何人もいるんですよだからメインにいるんですけど、もうサイドで別にあのゲージに指かけてなの全部チェックとか、まあ、もちろんねライジンとかでも各コーナーにちゃんといるじゃないですか、うん、それしないんですかプロレスは。やっぱねその人手不足でね、いや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 聞いたことないで、レフリー不足してもやっぱりレフェリーだって、はい、あの人権ありますから、いやいやそれはまあもう分かります、あるのよもうそういう働き方改革で、いやいや前だったらお前レフェリーは一日ずつやっとけだったんだけど、はいはい、そうもいかないから、はい、休ませなきゃいけない、いやそれは分かりますけど、いや若手の子とかね、サイドはリングサイドは若手の子4人つけて研修してる勉強中の子とか、うん、メインはそのまあフル株の人でもいいですけど、でその若手のレフェリーがいないんだから、若手のレフェリーっていうのが今育ってないわけよ、あの職員あのいわゆる日本刀を削る人とかじゃないけどもういないのよ後継者が。そんな別にレフェリーって伝統芸能じゃないですよ日本刀のそれ日本刀を作る人は多分人材不足みたいな、ね、いやそれは人材不足だと思いますけど、うん、でももういないから、いないのにめったに入ってくるわけ、たまにね、ああ、まあまあ、やっためったにないチャンス来た時に、はい、そいつをこき使ってやめられても困るから、ああ一試合やったら、はい、楽屋で休みなってやってるわけ。そんな甘いのレフェリーにそんな英才能やめられたら一番困るから、いや、まあまあ、で、そう休んでて俺が一人でやるわって言ってこっちで止めたら、そっちの反則が行われてるわけだからなんとかならんっていう、なんとかならんですかそのシステム。こればっかりはだからもうみんな真面目だし、もうすぐやめちゃう、はい、若いやつが、そうなんやつが現代病で、そんな、いやいや、そのテレビ業界みたいな、そんな AD すぐ辞めていくみたいなないでしょ、レフェリー業界。 AD さんがさ、ここでカンペを書いてこうやって物とか出してる時に、はい、お前こっちもやれよ、こっちも見とけってって言ったって絶対できないじゃないですか、テンパってますから。無理です、無理です。だからやっぱこっちでなんか文句言ったり、はい、入ってくんじゃないって言ってこう止めてたら、もうこれしかできないんだから、はいはい、いや振り向くぐらいできるでしょ。できない。なんか声してんな、なんかやってないかお前なんかやってないかって言えるでしょ。できないのよ。なんでなん。いやだから真面目、本当に。いやもういや納得できひんな、真面目という理由、もう真面目だけで来るな真面目だし、うん、
やっぱり何ていうのかな、まあ、悪は許さないっていう気持ちは絶対的にあるんで、まあまあレフリーはね、そらだからもうこっちのやつが入ってこようとするのを止める、はい、ということが一生懸命な今、はい、まさかこっちで反則が行われた、いやもう前回してたやん、こっちでこっちで前回してたからもう振り向いたら、いやだからこうやって止めましたってパッて見たらいるから、うん、何やってんだって蹴散らす、はい、で絶対入れない、はい、それでスリーカウントは入れない、ただ1個だけ技入れたらロンダリングができるよっていう、いやそれが分からないその理屈がよう分からないめっちゃ真面目なの、あのレフェリーにもうあれもそうじゃん、こうやってこうやって ロープにこうやってこういってこうレフェリーにワンツースリーフォーってパッていくみたいなのあるじゃないですか、はい、でもあれもだってワンワンツースリーフォーワンはいとか言ってそのファイブもう行きそうなのにカウントをやめて入ることもあるから、はいはいはい、5まで行って反則負けにしてもいいのにね、確かに確かに、で真面目だからよく分からへんねその真面目一辺倒どうにかしてくれよもうもうワンツーってこう旗目から最初ワンツーって言ってたので、うん、本当に危険だと思ったらパッと入るしかない、もちろんもちろんもちろん、だからアントニオ猪木がハルク・ホーガンと試合した時に舌出して倒れた時、はい、あの時に、はい、普通だったらカウント取ればもうとっくにリングアウト負けなんですよ、はいはい、それどころか、はい、みんなで抱えささかさかいステージがみんなで抱えてリングに上げてんの、こうやって下出してる人を、それなのに全然カウント取らないんだから真面目だから、もうええわもうええわもう真面目猪木のこと考えちゃったんだ、カウント取る仕事は猪木のこと考えちゃったから、猪木の心配をしてたら気づいたらああもうおい坂口とか言ってる暇がなかったわけよね、はい、やっぱ人だからいや本来は倒れてる人助けてもそれ反則負けるような気もするんですけどね、本来はまあなんか、うん、本当はね、ね、うん、そのマラソンとかでも、うん、ランナーが調子悪くなって触ったらもう、うん、即リタイアみたいなあるじゃないですか、うん、でプロレスも本来はそういうことなんじゃないですか、まあ、あるんだけどね、やっぱもうそれを言い出しちゃったらいちいちそれ反則取ってたら、だって最近セコンドアゴで水をペットボトルに水を渡したりすることもあるわけですよ、それ飲むと、でそれをさお前何やってんだセコンドアゴってやっちゃったらさ、はいはい、まあ、やっぱそれはもう、まあ、若いやつがやめていっちゃうからどんどんそんなもう今だからあんまり反則取りすぎても若いやつがやめていっちゃうどういう理屈なの、反則取りすぎたら若い子やめるっていう、どういう理屈が分かんない、そういうことで、ね、また反則取られたもう俺この業界やっていうこと、そうよかれと思ってやってんだよ、だからもうほら俺たちのさ先輩と後輩のあのあれ関係じゃないけど、はい、俺がさお前絶対こういうことすんなよって言ったら分かりましたって言うけど、うん、福田にさいいよやってって言われてさ、はい、そっちではさ、うん、いや有さんに言われてるんで、いややっていいよと言われて、はい、板挟みになっちゃって困るみたいな あるじゃんか、はいはいはい、と同じでだから、お前試合中俺こうやったらペットボトル水なって言って、はい、おいって用意して持って渡したらさ、レフェリーからワンツー反則負けだお前はって言われてたらさ、はい、何を信用していいか分かりませんってやめてっちゃうじゃん、若手はね、若手がそんな理由でやめていってんの、若手だ、人だからね、レスラーって言ったって機械じゃないから、まあ、こうやっていちいちさ、ね、福田っていうレスラーがいて、福田なんて一回も反則したことないね今まで、狂気出したことがない、なのに、ボディチェックは正確にやろうって言って、でもお前は信用してるからまあいいかっつって、こっちの悪いやつの方だけ丁寧にやったら、え、なんでですか、なんであっちはなんかもう口約束だけみたいな感じなんだけど、なんでこっちだけ、あ、そうかそうか、でもほらあいつは一回もやったことないけど、お前前科があるからさ、あ、人で選ぶんですね、じゃあやめます、いや、すぐやめるやそんなすぐやめんの、それぐらいで、うん、だから、こっちも、じゃあ分かった、こっちも丁寧にするか、あ、分かった、こっちも丁寧にする、丁寧にやってたら、え、アレさん、なぜ私のことをそんなにチェックするんですか、だって表記が入ってるか分かんないじゃないか、毒なんか変な口からドッキリとか出そうとしてんじゃねえだろうな、いや私今までデビューして7年ですけど一回誰でもそんなことしたことありますか、いやないよ、ないけど今日するかもしんないじゃん、え、疑ってるんですか、やめます、やめてまえもうそれでやめた、やめてまえもうそしたらもう団体が成り立たないのよ団体が、だから本当はレフェリーだったらチェックしたいの、徹底的に、あかん、もうあかん、何を言っても聞いてもらえへん何をやってももうすぐやめるし、分かりました、もう分かりました、もう分かりました、おかしいだろうと思うことあるよね、はい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 、そしたらもうそれもうやめちゃうから、分かりました、もう分かりました。チャンネル登録高評価お願いします。お前、アイドルだろ。